どうも、タクノミマタケオです。今日もよろしくお願いします。今日は、はい、こちらです。巷でというか、ウイスキー好きの方の中で非常に最近噂というか、大好評が絶賛が続いているブレンドワン。これをね、僕もちょっと味わってみたいなと思って買いました。ブレンドワン、スコッチ。ブレンディットスコッチウイスキーです。で、作ってるのはですね、J&G グラント、ボトラーズとしての J&G グラント社っていうのは知らないんですけど、今はですね、グレンファークラスのオーナーですね。で、そこが手掛けるこのブレンディットスコッチです。で、キーモルトとか全く明かされてないんですけど、どうなんでしょうね。ファークラスは使ってるでしょうね。自社の蒸留所なんでね。で、20種類ぐらいの、モルトグレーンをブレンドして作ったというふうなことです。そして、年数容器もないノンエイジです。で、700ミリの40度。今ね、2300円から500円ですけど、なんか下手したら値上がりしそうな予感が、もうね、品切れとかいうお店とか、3000円以上で売ってるお店もありました。僕はね、2300円切るぐらいで買えたんですけど、どうなんでしょうね。まずは味をね、見ましょう。相当大絶賛なんでね、結構な方が褒めてるというか、これはコスパがいいということで言われてますね。で、早速すっごい濃ゆい色をしております。スコッチなんでね、着色も入ってるかもしれません。自然でここまでの色はなかなか、すごいですね。こういう色です。では、香りを。なるほど。安っぽい香りはあんましないですね。割と結構ヘビーな甘めの香りがします。香りはちょっとシェリーだるかなっていう風に寄ってますけど、そこまで極端なシェリー感ではない。でもかなりフルーティーな香りです。でヘビーなフルーティーさですね。どっちかというと。いただきます。味わいのアタックは甘口のフルーティーが前面に出たスコッチだなっていう印象ですね。確かに最近の値上がり事情を考えると2300円程度ならこれは美味しいですね。美味しいですねっていうか、コスパいいですね。美味しいんで、今ね、ジョニクロももうそんな値段じゃなかなか買えませんし、シーバスももうちょっと高めでしょ。それ考えるとね、結構いい味ですね。美味しいです。ただちょっとまんまだストレート飲んだだけなんですけど、なんかすごくベタ褒めされてる方もいらっしゃるぐらい、すっごい褒められまくってるブレンディットですけど、確かにいいですけど、びっくりするぐらいではないかな、僕的には。ちょっと加水すると滑らかになりましたね。もともと40度なんでアルコールの角はないんですけど、少し加水してこうやってスワリングすることによって
完全に角が取れますね。美味しい、うん、シェリーダルの割合は割とあるのかなという気はしますけど、でもまあブレンディッドスコッチなんで、うん、まあやっぱ基本グレーンでかなり味を整えてるんだろうなというところですね。ただあのこの濃ゆい甘さは、うん、モルト由来、あと樽由来っていうところはあると思います。樽、うん、も、うん、そうですよね。やっぱりシェリー感が、シェリーダルが、効いてるのかな。ちょっと予想でしかないですけど、まあ、グレンファークラスのオーナーさんなんでね、うん、まあまあでもね、ストレート担いで、あの、まあ、2300円から500円ぐらいですけどね、今。コスパ的にもいいと思う、うん、ブレンディッドだと思いました。では、オンザロックで飲んでみたいと思います。はい、ではグレンドワンのオンザロックです。いただきます。すっごいね、色がね、とにかく濃いです。香りはやっぱ冷えるとある程度閉じちゃいますね。ストレートではあんまり感じなかったんですけど、ちょっとピート感ありますね、うん、微妙なピート感、冷えると分かります。そしてね、やっぱりその、まあ、フルーティーって言いましたけど、やっぱりバリバリシェリーじゃないんで、冷えてもネガティブ面はないですね。そしてビターさも出ないですね。こうシェリーダルぐらいのこのフルーティー感が好きな、またはこのロックで、その辺がね、味わえるロックだなと思います。後味でじんわりビターさきますけど、そんなに気になる程度ではない。うん、まあ美味しいです。そうですね。ロック美味しいですね。でもまあストレートと加水とロックを飲んでみて、あまりそのマイナス面はないですね。何かが特抽出して素晴らしいっていうところは、僕は今のところそこまでは、まあ値段の割にはいいんですよ。安いからね、この値段でここまでこの、結構重い甘めのフルーティー感っていうのはあんまりないかもしれないですね。でもびっくりしたっていうほどではないというところが正直な感想です。ではハイボールを飲みます。はい、ということで噂のグレンドワンハイボールでいただきます。しかし色がこういう、すごいですねこれ。美味しいです。あの微妙にシェリー感からくるゴム感、まあ、ほぼないかな、でもそこまでないかもしれない。少し感じましたけど、ハイボールも美味しいですけどね。一応ね、あの公式ホームページではおすすめの飲み方としてはロックでまったりかハイボールでってあったんですけど、
ハイボールでね、スモーキーがうんぬんって書いてあったような気がするんですけど、あんまり感じないですね。まあまあ、ちょっと PT スモーキーに関しては僕はちょっと麻痺してる面があるかもしれないんで、でもね、甘めのハイボールです。で、終始かね、ストレートの時から感じるのが、もうとにかくね、結構ね、こう言っていいのかな、ボディ感がしっかりあるような厚めの甘めが感じられるんですけど、あるのかな、やっぱハイボールになっても。でもやっぱり本当の超絶ボディ感があるものに比べるとやっぱりないですけどね。でもまあ、この値段にしてはコスパという面で、ボディ感のある厚めのものぽいという、ぽいって言ったらいけないな、まあ、この値段にしては結構すごいですよ、その。ボディ感があって飲み応え、甘め、厚めの甘い甘め甘なちょっと日本語がおかしい、でもね、なんかそんな感じです。まあ他のことはねすごく褒めてらしたんで、まあ、何人かの方だけ飲みたんですけどね、まあまあまあ、でもコスパ的にはかなり優れてるなという気はいたします。まあ値上がりの可能性もあるんで、まあ気になる方はお早めにまあそんな高いボトルじゃないんでね、日本買ってとりあえず飲んでみて、あとはご自分の好みだと思います。僕はね、正直なところ言うとびっくりするほどではなかったです。ただ美味しいなと思いました、この値段にしては。特徴は僕的には厚めの甘めっていうところで、厚めって分厚いっていう意味でね、ボディが、そういった感じがするブレンディッドスコッチウイスキーでした。ということで、宅飲み畑はウイスキーメイン蒸留酒チャンネルです。ウイスキーとかビールをね飲みながら僕がいろいろ酔っ払って喋るチャンネルです。ウイスキー好き、お酒好きの方はぜひチャンネル登録していただいて、一緒にウイスキーライフ、お酒ライフ楽しみましょう。はい、じゃあ今日の宅飲みはこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。